コンチャース。なんだか様子が変です。あのですね、お馬さんの名前を決めるとき、実在したお馬さんの名前をつけようとしたんですけど、牧場長に、その名前はつけれない。って言われるんですよ。それが、キンタマーニという名前なんですが、ご覧の通り、名前をつけさせてくれないんですよね。それで、実在したお馬さんの名前はつけれないのかと思ったんですが、ライスシャワーは名前がつけれるんですよ。じゃあやっぱり、実在したお馬さんの名前はつけれるんだなぁと思って、もう一回別の名前で試してみました。次に試した名前は、マンカストラップです。やっぱりダメみたいですね。では、このお馬さんの名前はどうでしょうか。マーチンコウです。うむ、ダメでしたね。最後にもう一回だけ、トッチンコボでやってみます。これでダメならバグなのでしょう。はい、ダメですね。バグということで、不具合修正依頼をしておきます。ということで、今回は、前回のアップデートで修正されなかった重大なバグについて、注意喚起の意味を込めてお話しします。まず最初に、2月1週の繁殖頻度の競りで、複数競りに出すとフリーズして進行不能になるバグです。このバグについては、当初からツイッターなどでも報告されていたバグなので、ご存知の方も多いかと思います。先日のアップデートの後にも、修正されていなかったとの報告をよく見ますので、念のため、繁殖牝馬を競りに出す場合は、あらかじめ、バックアップとして、セーブデータを複製しておいた方がいいかもしれませんね。私としては、進行不能になるバグはあってはならないと思っているので、このバグが最初に修正されると思っていたんですが、いつになったら修正されるんでしょうね。次の修正されていないバグは、私のゲームデータでも実際に発生し、以前投稿した動画でもお話しした、繁殖牝馬を選択すると、ブラックアウトして、進行不能になるバグです。このバグも、アップデート以降も発生する報告がありました。このバグが発生すると、その繁殖牝馬での種付けや競り出し、引退が全くできなくなります。事故死するまで放置するしかないのですが、それまでは、8頭しか飼えない繁殖牝馬の1枠が、ただただ無駄になるだけです。このバグも、早々に修正してほしいですね。ここで、私から皆さんに、ご報告というか、お願いがあるのですが、動画投稿を始めて、約3ヶ月、おかげさまで、この動画を編集している時点で、チャンネル登録が950件を超えました。本当にありがとうございます。一方で、急激に、チャンネル登録をたくさんいただいていることにかなり焦っていて、改めて申し上げておきたいのですが、当チャンネルは、基本的に、エンタメ路線で動画投稿をしております。攻略情報専門のチャンネルではありません。もちろん今後も、攻略情報があれば動画にしていきますが、最近は、ダビスタの攻略情報的な動画が多かったので、もしかすると、攻略情報専門のチャンネルと間違われて登録いただいた方もいるかと思いましたので、この場でお伝えさせていただきました。チャンネル登録増加の勢いに、自分でブレーキをかけることを言うのも変な話ですが、過度に攻略情報を期待されて、後々期待にお応えできないことがあっては、私としても不本意ですので、ご理解いただいた上で、今後もご愛顧いただければ幸いです。ですので、今後も冒頭のように下ネタ発言をすることもあると思いますし、私自身、軽度な下ネタは割と好きです。若干変態であることは自覚しています。では、今回はここまでです。それじゃあ、またね。